さあ、本日まいりましょう、ミスターブシトの戦国回し本日は歴史解説韓国併合と伊藤博文の暗殺へ大問題です今にも続く大問題でございますはい、お隣、韓国とのですね、大きな大きなまあ、過根にもなってますね、伊藤博文の暗殺でございます伊藤博文、日本の初代内閣総理大臣でございますけどもなぜ彼がですね えー、韓国併合をきっかけに暗殺されることになってしまったのかというお話を今回はしていきたいと思いますなかなかねディープな内容ですからね皆さん、えー、心してついてきてくださいそれでは行きましょう韓国併合と伊藤博文は暗殺でございますさあ韓国併合のその発端となった出来事はこれですねポーツマス条約でございますはい、これはね日露戦争の解説動画とかでも話しましたけどもまあ、日露戦争でねまあ、ほぼ痛み分けの状態でなんとか日本が勝ってでポーツマス条約っていうので、えー、満州は、えー、ロシアのもの そして韓国は日本の保護国というふうになるということが条約によって国際的に認められましたということがありました。まあこの時点ではまだね韓国を日本に併合しているっていうわけじゃなくて、あくまで韓国を日本の保護下に置くということで話が決まったわけですね。はいそこで伊藤博文はですねその時の韓国の皇帝である光祖というね皇帝に対して外交権を求めることをします。はい韓国が日本の保護国になったからその韓国の外交は日本がねやりますよということを言ったわけですね。まあこれに対して 皇帝の構想は「えちょっと待ってくださいよ」ね「いや外交は自分たちでやりますからちょっと勘弁してください」って言うんですけども、まあ、伊藤博文はねこのポーツマス条約で決まっているし。 えもうここはね日本がやった方が絶対いいから、まあ、言うこと聞いてくださいと言うわけですね。で控訴の方も「いやでも私だけの判断では決められないし」ね「民の声とかも聞いた方がいいと思うんで」ってなんとかこう逃げようとするんだけども、まあ、この時ね韓国は専制君主国家だったんでこの皇帝がいてその皇帝が全部決めれるよっていうねルールでその憲法とかまだなかったわけですね昔のね日本みたいな感じでまだ憲法がなかったので「いやいや韓国には憲法がないじゃないかと」とねだから民の声を聞くとかね「何を言ってんだあなたは」と。あなたが全部ね「えー、じゃあ外交は日本に任せます」って言えばいいだけだから早く外交日本に任せます。 かせていなさいというふうに、ね、結構、まあ、強めに言ってですね。で、結局、この皇帝構想は、それを認めてですね。え、日本が、その韓国の、外交権を握ることになります。で、そこで、伊藤博文が、この韓国の初代党幹というね、え、立場に就くことになります。そ韓国の外交権、それから内政のこと、さらに軍のね、指揮権などを持った。えー、そういう立場にいるのが、党幹というものでございます。はい、伊藤博文が、ここで韓国の党幹に就任しました。で、この韓国の党幹に就任したっていうのは、伊藤博文自らの意思で、私がなりますというふうにね。言ってなったわけなんでございますけれども、伊藤には。 こういうい目的があったわけですね、まあ、決してその自分がその韓国投函ってなって韓国を支配してやるぜみたいなね韓国の独裁者になるんじゃいっていうふうになってやったわけじゃなくてですねちゃんと別の目的があったわけです。 それれははですすね文明の伝道といいいうに言われています、はい、何かと言いますと、まあ、この時まだ韓国は全然その文明開化が進んでないわけですね日本は明治維新から一気に近代化しましたけどまだまだ全然その近代化西洋化がされてないという状態なんですねそれを伊藤博文は日本がねバッとこの30年40年で近代化したようにですね韓国も同じように西洋化していろいろね洋服をね変えたりとかねこう文化をいろいろ変えていって近代化してそしてですねこの 欧米列強に対抗できるような国に成長させようということを考えてこのの韓国の東海にななったわけですねんといってもやっぱすぐ近くにロシアがいますからねロシアもですねその西洋化させてやるぜ文明開化させてやるぜと言いながらどんどん南下してきて実質ねそれ侵略しようというふうにしてきてるわけですからそのロシアの侵略に、ね、対抗するためにもやっぱり日本とそのお隣でしかもロシアに近いこの韓国っていう国を近代化して、ね、ロシアに対抗できるような国にしなきゃいけないというふうに伊藤博文は思っていたので自分が投下になることで文明開化させるよってことを考えていたわけですね。はい たはです、ね、まあその文明開化っていうのもねやっぱ単純じゃないですよね日本でもですねその明治維新が起きてから近代化するぞって文明開化するぞって、ね、言ってる間にはいろんな種族反乱が起きたりとかですねいろんな反発が起きて、まあ、たくさんの戦いが起こりましたけどもそんなふうに韓国でもですね反発するわけですね伊藤博文はその韓国を近代化するために韓国がその政治にまで取り入れていた儒教っていう考え方を否定したりするわけですね。まあ、伊藤博文自自身はは儒儒教教教教ていうのののもととねねねね孔子ええですかから、ね、あの渋沢栄一とかも、ね、論語を重んじてましたけど ないけどでもそれを政治に反映させるのは違うよってね個人で信仰、えー、する分にはいいけど政治に儒教を反映させるっていうのはやり方が古いぞとそれは全然その近代化した国じゃないと言ってですね、えー、これを否定したりとかですねあとは教育を根本的に変えようっていうことをねやったりとかいろいろしていくわけですね。もう根本的にその韓国人の、ね、考ええ方を変えてしまおうとかねいうことをやっていくわけです。当然そういうことをするとたくさんの反抗勢力っていうのができて抗日運動っていうのは起きるわけですね。こう日本のそのそ 無理やり韓国をね、近代化させようとする、やり方に対してね、えー、おかしいだろうってね、文句を言う人たちが出てくるわけでございますね。はい。伊藤博文としては、これ良かれと思ってね、そのロシアとか欧米列強の脅威から。 で国を守るるために近代化するっていうね良かれと思ってこの文明を発展させようとしたわけだけども、まあ、現代でもねやっぱ韓国の人たちからするとこの時無理やり日本にそういう文明を、ね、開花させられた近代化させられたっていう,うにねう思ってる人は、ね、今でもね結構いるみたいですね僕もなんかいろいろドキュメンタリーの、ね、番組とか見たりとかしましたけどままあ,あんりりやっっぱいいいいいい思いを、ね、持ってない人が多いみたいです、はい、そんな中でですね伊藤は韓国を文明開化に導くためにいろいろな、ね、政策をやっていくんでございますけどもでもですね伊藤はそんな強引に韓国を日本の支配下に置こうと。 していたわけではないんですね。結構慎重論を唱えていました。結構ですね、日本の軍とかからはですね、いやそんなね韓国をねこの政治のやり方を変えるとかね、えー、改革していくんじゃなくて、もう日本人を韓国に住まわせちゃえばいいじゃんってね移民させようぜっていうね声とかもあったみたいなんですよ。でも伊藤博文はそれに反対してたわけですね。日本人を移民させてで日本人が支配するっていう風にするんじゃなくて、あくまでその韓国のねその韓国人の人たちの考え方っていうのをね日本がそういうふうに近代化して文明開化したように育てていって。 自ずとね、えー、近代化させていくっていうのが大事なんだと韓国人だって、えー、それまでのね政治がよくなくよくなくてまあ遅れていただけで。 実際ちゃんとね我々が導けば素晴らしい国になるはずだって伊藤は言っていてですね、えー、その国から日本人を、ね、送って移民させようっていう、えー、政策には反対していましたでさらにですね、えー、この時その抗日運動って、ね、日本日本帰れ日本へ帰れみたいなことをして、えー、義兵っていうのが起こってですね武力放棄する人たちも出てくるわけですね、まあ、暴徒化する人たちも出てくるわけですよその抗日運動をやる中で,でそれを当然日本の軍がですね鎮圧しに出動するわけでございますけども、まあ、その時もですねもうやっぱりね日本の軍はその時もうイケイケですからねもう反乱するやつら皆殺し じゃあみたいな感じでうわーって言っちゃうところもあったんですけどそういうの絶対しないようにね厳しく統制してその。 義兵の中にもですねあの本当に心から日本をね反対と思ってるわけじゃないけど確かにその、ね、あんまり日本にいい気持ちは持ってないけどそういう過激派の人たちからこう脅されたりとかしてね脅されてもう泣く泣く抗日運動に参加してるっていう人たち義兵に参加してるっていう人たちもいるから皆殺しにしたりとかするのはやめろとそこをちゃんと見極めてこの、ね、敵が本当にね、えー、本気で抗日運動をやってるバチバチの過激派のやつらなのか仕方なくね周りの人,人らに言われて仕方なく抗日運動に参加してる人たちなのかっていうのをちゃんと見極めて。 で全員を皆殺しにするようなこととかしちゃダメだと、一般市民の人たちにも危害を加えないようにってことをこの韓国統一の立場を使って韓国にいるま日本軍を統制したりしてるんですね。はい。でさらにですね、この時ね、伊藤博文はその日本のま陸軍とかとですね、結構意見がバチバチにぶつかってるんでございますけども、この時日本軍は 満州の方にもね進出したいというふうに思ってたわけですよ。満州もそのロシアにねポーツマス条約でロシアに渡しちゃったけども、満州の方も自分たちが手に入れたいと思ってたんだけども、さすがにねそれをややろうとすると今やろうとするとロシアを刺激してまた戦争になっちゃう可能性あるから、その日本軍が満州へ進出しようとしてるのに対して伊藤博文はマッタをかけるようにしてたんですね。まあこんなふうに伊藤は結構慎重派だったわけなんですよね。無理やりその韓国を乗っ取って支配してやろうというわけじゃなくて、あくまでその韓国の近代化を、ね、サポートしようと。 まあ確かそれ余計なお世話っていうふうに、まあ、韓国の人たちからしたら思われたかもしれないけども伊藤博文としては韓国を近代化することで欧米に対応できるように対抗できるようにっていうことを考えてたわけですねはいそういう気持ちがあってやっていたわけでございますさあそして、えー、ついに、ね、韓国併合がやってくるわけですね伊藤博文は韓国併合するつもりはなかったんですねでも結果的に韓国を併合してしまったなぜそういうことになったのかこれはですねまずハーグ密使事件というのはねあったらしいですこれはですねオランダのハーグという場所で行われていた、まあ、国際平和会議があったわけですねもう 世界中のこう首脳人たちが集まってね、まあ、会議するっていう国際会議があったんでございますけども、まあ、そこにですねこの韓国の皇帝の、えー、構想がですねこっそり密集を送ってこの日本の今の,、ね、この状況っていうのをなんとか変えてくれっていう、ね、ことを訴えたわけですね。まあ、でもこの日本が 韓国を保護国家して近代化に向けていろいろ政策を行っているっていうのはポーツマス条約で認められた国際的に認められたことだったので、まそれはおかしいだろうと言っても誰も見向きもしてくれなかったわけですね。で、みんなにそっぽ向かれてしまって、こいつ何言ってんだっていう話になるわけですね。いや国際的にこれ決められたことだから、別に日本が無理やり侵略してやってるわけじゃないからっていうのもありますし、ま欧米としてもね、この時のまあ日本っていうのは結構ま要チェックの存在ですから、ま下手に刺激したくないというのもあったと思うんですけども、この皇帝の意見をですね、知りけてですね、でこんなことするからですね、しかもその何。 何の日本に何の相談もなく勝手にそのこっそり密集を送って各国に、ね、訴えるって、ね、日本はおかしいみたいな日本は韓国を支配しようとしてるみたいなことを言ったわけですから、えー、当然ですね、えー、この日本によってこの皇帝構想は退位させられてしまうことになります、はい、皇帝を辞めさせられるわけですねでこんなことが起きたから、まあ、よりですね、えー、日本のその影響力っていうものを強くしてもいいよってことが国際的に認められることになってしまいますこれででででですすねね、えー、韓国併合への下地ができるわけです、ね、でも当然まだ伊藤博文は韓国併合には反対なんですけどもここでえついにですねその 当時の内閣総理大臣の桂太郎首相と小村寿太郎外務大臣ですねこの人はあのポーツマス条約をね結びに行ったね外相でもございますけれどもこの小村寿太郎外相がですね伊藤博文に直談判するわけですねもうちょっと このままじゃダメだと、ね、こういうなんか手ぬるいことをやってたらですねまた同じようにですねこう日本軍の、ね、解放しろみたいなね言ってくれたら出てくるかもしれないからもうこれはもう絶対もうちゃんと併合して、ね、韓国を日本に併合しちゃって日本の領地の、ね、一部にしちゃった方がいいっていうことをですね伊藤博文に言いに行くわけですねで。もちろん伊藤はそれに対して反対だったんですけどもこここでです、ねえー、ついにこの併合を承認してしてまうんですねこれは桂も小村もですねこんな簡単に、ね、あっさり受け入れてもらえると思ってなかったらしくて結構肩すかしを食らったらしいんですけどもっていうのもですねこの韓国を併 併合する韓国を日本の完全な、ね、ものにするっていうことによってそ,のそれまで満州の方に進出したいっていうね思惑があったわけですよね日本の軍とかはね。でもその満州はもう諦めて満州を諦める代わりに、まあ、韓国をねしっかりがっちりホールドしとけば、まあ、別にその満州まで出なくていいだろうっていうふうになったらしいんですよねだから伊藤としてもその満州に、ね、出ていこうとしてロシアを刺激してまたそうやって戦争とかになるぐらいだったら、まあ、韓国併合をもう認めちゃってで日本軍がね暴発しない膨張しないようにした方がいいっていうふうに判断したみたいなんですよね。で 伊藤はオーケーを出して、ここに、日本と韓国が併合されるということになりました。はい。そして、伊藤はですね、この韓国当館の、ポジションを辞任するということになります。はい。で、この伊藤が韓国当館を辞任した後にですね。中国のハルビンというところに、こうね、鉄道で向かった時にですね、そのハルビン駅で。アンジューコンという独立運動家ですね。韓国の独立運動家にピストルで撃たれて、暗殺されるということに、なってしまいました。はい。だからね、この、この流れを見てると、え、なんでその伊藤がね。 もうだっ投かんもやめてるしそもそも韓国併合にも反対だった人なのにんで殺されなきゃいけないのっていう話なんですけども安、まあ、ン・根はですねその伊藤を殺した理由っていうのをバーっていろいろ述べてるんですけどもその中にはね結構めちゃくちゃなこともねいろいろ書いてあるんですよね。だから事実無根なことというか、まあ、その伊藤博文がかつてですねその韓国で正争があって、えー、その王妃がですね暗殺されるとかいう事件とかもあったんですけど、まあ、そういうのも伊藤関わってないのにもかかわらずこれをやったのは伊藤だみたいなね。 他にもその韓国をね無理やり支配しようとしている伊藤は悪いやつだみたいないろいろ書き連てですねて中にはですねあの日本の孝明天皇ねいましたよねその明治維新のねきっかけにもなりましたけど孝明天皇が死んだのも伊藤博文が暗殺したからだっていうね全然関係なないいめちゃくちゃゃくこと結構書いてるんですよそういういろいろめちゃくちゃな理由でまあこう伊藤博文を殺したというふうにまあ言ってるんですけどもなのでこの安住魂の,の伊藤博文の暗殺には何かしらね裏があるんじゃないかと。 何か別の組織がこの安重根を動かして伊藤を殺したんじゃないかとかね、まあそういう説もあったりするんですけども、まあ、詳しいことは現時点のね研究では分かっていません。ただこの安重根が伊藤博文を殺したことによってですね、えー、この安重根はその韓国の中でその韓国独立のヒーローというようなね、えー、存在にこう祭り上げられていくということになるわけでございますね。はい、まあ、そして今でもその韓国の中では、えー、この反日のシンボルとしてねこの安重根が祭り上げられてしまっているということがあったりするわけですね。 はい、なのでねこのね伊藤博文の暗殺っていうのはいまあ、未だにねただですね、まあ、こう冷静にこの伊藤博文がやってきたことっていうのを、まあ、見ていくとですね、うん、まあもちろんねそりゃ、ね、支配される側からしたら納得いかないこともあったかもしれないけど、まあ、決してですね,、えー、そのね欧米の植民地とかみたいな感じでもう無理やりこう搾取してやろうとかあまあそういうふうな気持ちで伊藤が投函をやってたわけじゃなくてあくまでその欧米列強の脅威に。 対抗するために、その東アジアの視点で、えー、伊藤博文はこの韓国を。 近代化したたたたかっっっていいい、ね、いう思いがあったみでたですねねはい、なので、ね、ちょっとねこの暗殺はまあ悲しい事件だなというふうに思いますまあね皆さんもねいろいろ思うところあるかもしれませんけどね、まあ、何かね質問とかまだねもしくはまあ僕が間違ってることがねあったりとかしたらコメント欄にね書いてみてください以上ですねこのお話の元になっている参考文献はですね動画の概要欄の方に書いてありますので気になった方よりね詳しく知りたいという方は是非ねそちらのね本の方も読んでみてくださいそれではまたお会いしましょうさらばじゃ